が試合中にマウスピースをつける理由がこちら。リバプールでプレーする日本代表ミッドフィルダー遠藤航。シュプットガルト時代からプレーする際にはマウスピースを着用してきた。その理由について、次のように語っている。ドイツ時代に日本人司会に出会ったんです。彼はいいマウスピースはパフォーマンスに違いを生み出すと言ったんです。歯を守るためだけにつけるのではなく、ファイターのようにも見えるので、ピッチに入る時にマウスピースを装着するとゲームモードのような感じになるんです。噛み合わせでパフォーマンス上がるらしいね。めっちゃ高額って噂。なんでつけてる選手少ないんだろう。呼吸しにくくなるデメリットもあるからな。ユニフォームの色に合わせてマウスピースつけてるらしい。普通に歯守るってだけで重要だよな。踏ん張り効きそう。俺もつけようかな。こちらは面白フットボール放送室です。これからもサッカーの面白ネタを更新していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。